今回紹介するのは青山ひかるさんです。青山ひかるさんは1993年6月13日生まれ、身長154センチ、長崎県出身、バスト95、ウエスト59、ヒップ90のアイカップです。青山ひかるさんは2013年の20歳の時にグラビアアイドルとしてデビューしました。セールスポイントは目と柔らかすぎる自由自在なお胸だそうです。とても大きくて柔らかそうなので、お洋服に収まりきれないお胸がとても魅力的です。中学校の初めは大きくなかったそうですが、中学校2年生から急激に大きくなったようです。趣味、テレビゲーム、コスプレ、動物へのアテレコ、人間観察、アニメソング、特技空手、水泳。2014年1月、ファンと検討して悩んだ末にニックネームが青みんに決まりました。同年にプロが選ぶアイドル DVD 賞2014で新人賞を受賞しました。2015年5月のライブをもって所属していたアイドルグループ桜ヶ丘ショコラを卒業。同年8月からはアイドルユニットシャーベットに所属しています。週刊プレイボーイの2016年初場所グラビアアイドル母音番付で東の横綱に選出された。2017年10月に事務所を退所し、同じ事務所所属の6名川崎彩さん、アンジェラ・メイさん、遠見さん、黒木ひかりさん、月野桃さんで YJ ドリームガールズを結成し、2018年11月発売の週刊ヤングジャンプ増刊号ヤングジャンプゴールドに掲載されました。もともとは声優を目指して上京しましたが、いろんな仕事をしてみようと決断して芸能界に入ったようです。尊敬する声優は山寺宏一さん、尊敬するタレントは中川翔子さんです。将来の目標はマルチタレント、一番の目標は声優の仕事に挑戦すること。本人曰くどんな仕事も頑張る、ただし危ないものはノーサンキュー、社長には怒られるけど野生児アイドルとしてやっていきたいと語っています。2016年10月に放送された日本テレビ有吉反省会にお尻が汚いグラドルとして出演しています。グラドルとして綺麗な体を売りにしているにもかかわらず、お尻が汚いことを公表していて、マルチタレントとしてやっていく覚悟が見えた気がします。2022年10月、20代最後となる写真集を発表します。ついにバストトップ解禁と宣伝され発売されました。ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。グラドルの他にコスプレ、ゲーム実況等を YouTube、Instagram で発信しています。今後の彼女を応援していきたいと思います。この番組では、女優、アイドル、モデルの美女たちを紹介していきます。この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。